銀の杖、小川未明。あるところに、いつも遊び歩いている男がありました。兄さんや妹はいくたび彼に仕事を励むように言ったかしれません。けれど、それには耳を傾けず、町のカフェへ行って、 外国の酒を飲んだり紅茶を喫したりして一日ぼんやりと暮らすことが多かったのでした彼はそこで蓄音機の音楽を聴いたりまたある時は劇場へオペラを見に行ったり面白く暮らしていたのでありましたある日のこと 彼はテーブルの上にいくつもコップをならべていい気持ちによってしまったのです。そしてコップの中にはいったみどり、あお、あかいろいろの酒のいろにぼんやりみとれていますとうとうといねむりをしたのでした。もう いつのまにか日はとっぷりと暮れてしまいました。ああ、もう帰らなければならない。と彼は言ってそのカフェから外に出たのでした。彼の足はふらふらしていました。そして まだ耳にはけさしがたまで聞いていたいい音楽のしらべがついているようでありました。夜の空はぬぐったガラスのように潤いをふくんでいました。月がまん丸まく空にあがってあたりのたてものやまたもりかげなどがうきでたように見られたのであります。 彼は寂しい広い往来を歩いてきますと、不意にそこへ湧き出たように、一人のおじいさんが現れました。そのおじいさんは白い髭を生やしていました。そして手に光る杖を持っていました。その杖は、 銀で作られたように思われます。おじいさんは彼の歩いている行く手に立って道を塞ぎました。彼は頭を上げておじいさんを黙って眺めたのです。おじいさんは何か物を言いたげな顔をしながらしばらく くちをつぐんでかれのようすをみまもっていました。かれはこのおじいさんをみるとなんとなくからだじゅうがぞっとしてみのけがよだちました。おじいさんのめはこおりのようにつめたいひかりをはなってさすようにするどかったからであります。 それよりもかれはこのおじいさんをかつてどこかでみたことがあるようなきがしました。こどものじぶんにきいたおとぎばなしのなかにでてきたおじいさんのようにもまたなにかのほんにかいてあったえのなかのおじいさんのようにもまたかれがおんがくをきいているじぶんにあたまのなかで 空想したおじいさんのようにも出会ったかもしれなかったのでありました。お前はわしを見たことがない。けれど空想したことはあったはずだ。お前はわしを何と思うのだ。とおじいさんは 重々おもおもしい口調で言いました。彼は答えることを知らずにうなだれていました。お前はわしが思うようにしなければならないだろう。お前はまだ年が若いのに遊ぶことしか考えていない。そしていくら 戒しめるものがあっても、お前は、それに対して、耳を貸さなかった。と、おじいさんは言いました。彼は、力なく、うなだれていたのです。お前の命を取ってしまっては、役に立たない。今、本当に、殺すのではない。 一時、お前を眠らせるまでだ。何でもお前は、私の言うことに従わなければならない。お前は、わしが起こすときまで、墓の中に入って、眠れ。と、おじいさんは言って、光った杖で、地面を強く叩きました。 かれはそのままみちのうえにたおれてしまったのですおじいさんのすがたはまもなくどこかにきえてしまいましたそしてみちのうえにおとこはたおれていましたかれのあにやいもうとやまた カフェのおかみさんたちはみんな年若くして死んだ彼をかわいそうに思いました。彼の体を黒い箱の中に入れて墓地へ運んで葬ったのであります。黒い箱は男を入れて地の中に埋められました。それから 春の雨はこの墓地にも降り注ぎました。墓のほとりにあった木々はいくたびもワカメをふきました。そして秋になるとそれらの落ち葉は悲しい歌を歌って空を飛んだのであります。男は土の中でオペラの夢を 見ていまコチョウのようなしょうじょがぶたいをとんでいます。おとこはまたいつものカフェにいってテーブルのうえにいろいろのいろをしたさけをついであるコップをならべてそれをながめながらのんでいるゆめをみていました。おとこにとってはそれは ほんのわずかばかりのあいだでした。ふいにかれはゆりおこされたのであります。さあわしについてくるがいい。と銀のつえをもったおじいさんがいいましたのでおとこはついて行きますとやがてかれは。 寂しい墓場に出たのであります。お前の墓はこれだった。この下に今までお前は眠っていたのだ。とおじいさんは一つの墓石を指しました。白い大理石の墓が建てられていました。そして それには自分の名が刻まれていました。兄さんが建てられたということがすぐわかりました。また、墓の周りには美しい花がたくさん植えられていました。それは優しい自分の妹が植えてくれたということがわかりました。彼は しんでからもじぶんにやさしかったあにやいもうとをおもうとなつかしきにたえられなかったのです。はやくかえってあにやいもうとにあいたいと思いました。いやおまえはじゆうにどこへもゆくことはできないのだ。 ただわしについてくればいい。わしはおまえがみたいというひとたちにあわせてやろう。とおじいさんはつめたいめでじっとみながらいいました。おまえは兄いさんをみたいだろう。うとぎんのつえをもったおじいさんはいいました。 彼はうなずきました。連れて行ってやろう。けれど、声をみだりに立ててはならない。もし、わしの言うことを聞かないときは、この杖で殴る。すると、おまえの体は、みじんに砕けてしまうぞ。と、 おじいさんは言いましかれはおじいさんのあとについて行きましたそしてなつかしいわがやのまえにたつとだいぶんあたりのようすがかわっていましたどうしてわずかのあいだにあたりがかわったのだろう かれはふしぎにおもいましたあのしらがのはたらいているひとはだれだろうとかれはたずねましたおまえのにいさんだとおじいさんはいいましたかれはびっくりしてしまいましたどうして なにもかもわずかなうちにかわってしまったのだろう。いもとは「どうしたろうか?」とかれはいいました。いまつれていってやる。だまってついてこい。とおじいさんはさきになってあるきました。そしていろいろのまちをとおって。 あるいえのまえにきました。あすくにすわっているのがおまえのいもうとだとおじいさんはいいました。そこにはかおにこじわのよったおんながすわってはりしごとをしていました。こどもがふたりばかりそばであそんでいました。彼は、 よくその女を見ていましたが、まったく自分の妹の顔であると知りますと、深いため息を漏らしたのです。お前のよく言ったカフェを見たいだろう。とおじいさんは言いました。彼はうなずきますと、おじいさんは先になって歩きました。 やがて見覚えのある町に出ました。そこには彼のよく行ったカフェがありました。知らない男が酒を飲んだり、ソーダ水を飲んだり、また蓄音機をかけたりして時間を費やしていました。いつか自分がそうであったのだ。 彼は思ってみていました。そのとき、白いエプロンをかけた背の低い女が帳場に現れました。その女こそ彼が言った自分にはまだ若かったこの店の女将さんであったのです。はあ。と彼は ため息を漏らしました。おじいさんは先になってその店の前を去りあちらへ歩いて行きました。彼は黙ってその後について行きますといつしか寂しいところに出て橋の上に来たのであります。おじいさんはこの時 彼の方を振り向いて、お前は、兄弟、カフェの人たちに、もう一度会って、話をしたいと思うかそれとも、あの静かな墓の中へ帰りたいと思うかと尋ねました。彼は、どう言って、 返事をしたらいいかわかりませんでした。どうかしばらく考えさしてください。と彼はたのみました。日暮れがたわしはまたここへやってくる。それまでによく考えたがいい。 おじいさんは行ってどこへか姿を消してしまいました。彼は一人橋の欄干にもたれて水の流れを見ながら考えていました。もう秋であちらの小立は色づいて吹く風に葉が散っていました。ふと気がついて彼は 自身の体を見回しますといつの間に年をとったものかみすぼらしい老人になっていました。昔話によくこれに似たことがあったのを聞きましたが彼は今それが自分の身の上であることに驚き恐れたのであります。日が暮れて 月が出ましたそのひかりはさびしくみずのうえにかがやきました。そのときかれはおじいさんのついているぎんのつえがつきのひかりにてらされてあおじろくひかったのをみました。おじいさんはかれのまえにたっていました。 私は、墓へ帰ります。と彼は言いました。おじいさんは先に立って、彼は後について、黙って歩いて行きました。おしまい。 thank <music> you